ども、ペンギンズののぼうです、今回の企画はこちらです。このキャラ語るサロン。今回語るキャラ発表いたします。GB サガ2よりカイです。まあね、カイと聞いて、ちょっと最近強めのスタイル出て、なんかそこに引っ張られて、なんかお前それ選んでんじゃないのみたいな思われる方いるかもしれませんが、その通りです。僕はそういう人間です。まあどんなキャラクターだったんだろうみたいなのを知らずにね、使ってる方がいたらなんかもったいないなという気持ちもありまして、なのでちょっと今回は、カイを語らせていただきたいと思います。まあ、GB の、まあ、サガ2の、キャラクターの一人ですけども、あのイシスの神殿というところの神官なんですね、カイは。で、あのもう話しかけたらこう HP を全回復してくれたりとか、こう NPC として一緒に冒険に行ってもらう場面もあるんですけども、もう頼もしいんですよ。まあ、あの一緒に冒険したりもするんですけど、倒れるんですよカイが。カイの体内には秘宝がありまして、でそれをあの奪おうとして、この魔物、小さくなった魔物がタイの、タイの海内にね入ってしまうんですね。カイの体内に入ってしまうんですよ。あので倒れちゃうんですよカイが。あんなに頼もしかったカイが倒れちゃうのみたいな、ちょっとショッキングでもあるんですよ。まあ、めちゃくちゃ頼もしかったんでね。はい、で主人公たちもこの小さくなれっていうアイテムを手にして、あの貝の体内に入って、その魔物をね追い払いに行くというか、そして秘宝を手に、入れに行くんですけども、でもね、こう戦っててね、なんかちょっとねホッとするというか安心する瞬間があるんですけど、やっぱ普通にね魔物も出てきますよ。で魔物と一緒にね、香港 B 型っていう敵も出てくるんですね。あ、そっかですね、倒れた原因は半分インフルエンザだったんだっていう。その風邪の菌も入ってたんですよ貝の体内には。あ、そうか、そう、魔物だけで、そうだよな、倒れるわけないよな魔物だけでっていうので、ちょっとね安心するというか。で隅々まで、まあ、秘宝を集めたりとか魔物を倒したりとかして、無事貝の体内から出て貝は元気になるっていう流れなんですけども、ダンジョンの形がだから人の形なんですよ。でこの頭の部分にある秘宝を取りに行ったりとか、手の指先にあるところに行ったりとかってなって、いやこれ現実世界でね、まあ身内が風邪をひきました、倒れてしまいましたみたいな時もあるじゃないですか。まあ、大体、まあ、このおでこにあるその冷たい布巾を変えてあげたとか、食べやすいものを買ってきてあげたとか、それぐらいですよできるのって。僕らは貝の体内に入り隅々まで看病したんですよ。こんな看病をねしたことありますか、現実世界で。なんだろうな、この人に体内に入ったんだぞっていう、なんかそういう特別な女性っていう僕の中では印象があります。なので思い出深いんです、なんか、うん、僕の中ではちょっと語らせていただきたいキャラのね一人でした。回は今後もリユニバース内でもお世話になると思いますので、皆さんちょっとね気になった方はその原作の方の回も触れてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。